1707年5月2日の海戦は、スペイン継承戦争中に起きた海戦。クロード・ドフ・フォルバン率いるフランス艦隊が、バロン・ワイルド順将率いる、戦列艦3隻に護衛された、小船団に遭遇、勝利した戦闘。5月1日、戦列艦3隻で護衛された、イギリスの小船隊が、ザ・ガウンズから出航した。クロード・ドフ・フォルバン率いるフランス艦隊も、 ダンケルクより出発していたが、小戦隊はその艦隊に遭遇した。フランス艦隊は、戦列艦7隻と死略戦6隻だった。戦闘は、フランス艦隊の戦列艦、グリフォン、ブラックアル、ラド・オファンが、ハンプトンコートに攻撃したことで開始ハンプトンコート艦長のジョージ・クレメンスが戦死した。ワイルド巡将は、大型の小戦5隻を戦列に入らせ、 勇敢にもフランス艦の攻撃に立ち向かった。その後、2時間半もの間、両軍の激しい応酬となり、ハンプトンコートは必死に戦ったが、やがて降伏せざるを得なかった。ラドーファンは続いて、グラフトンに激しく攻撃、フランス艦、ブラック・オワルト・ヒデレも攻撃に加わると、グラフトンは半時間後に打破された。フィルバンの60門艦マルスは、 ワイルド純章のロイヤルオークに攻撃した。ロイヤルオークは浸水し、水の高さが11フィートにまでなったが、大損害を出しながら座礁させて逃走することに成功。ロイヤルオークはそこから、ザガウンズに移動された。ありがとうございます。